トンネル道か。かなりしっかりした作りだな。こんな山中にあるってことは、やっぱりセプチウムの運搬のためか。ああ、そのはずだよ。確かクロスペルが自治州として成立した前後に建造されたんじゃないかな。そうすると70年ほど前のものですか。クロスベルといえば、かつてはセプチウムの産地として有名だったそうですね。ええ、以前はそれをめぐって帝国と共和国が争ったくらいよ。今でも産出量は減っていないから、とても重要な資源でもあるけど、採掘技術が上がったことで他国に有望な鉱脈が見つかったから、昔ほど注目はされていないみたいね。そうだな、今のクロスベルといえばやっぱり貿易と金融だろうし。またか。ち、反響してやがる。ティオちゃん、わかる？はい、行きます。わかりました。トンネル道を抜けた先の出口から聞こえたようです。わかった。私の番です。えい、任せろ。ああちょろいぜ。上げていこうぜ。俺の番だな。セイハ。さてと。あっ。さて、そこ。おっしゃ。あ。よし。えいハ。
ける。よっしゃ、畳みかけるぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。オッケーです。アイサー、分かったわ。はっ、行きます。えい。はあ、これで一安心です。畳みかけるぞ。よし、俺の番だな。セッティア。はい。えい。今だわ。みんな、行くわよ。はい。了解。はい。えい、そこ。行くぜ。あ。
りぜ。
白い毛並み、新郎の伝承の通りね。ようやく現れたかよ。ここで会ったが100年目だ。とっとと成敗して。待ってください、その子敵意を発していません。え、ここは私に任せて。おい、バカ、何やってやがる。大丈夫、やっと会えましたね。私たちに会いに来てくれたみたいですが、何か伝えたいことでもあるんですか。そう、やっぱり。って言葉がわかるのか。言ってることがなんとなくわかるという程度ですが、それで何を伝えたいの。何を言ってたんだ。確かに俺たちに何か伝えたいみたいだったけど、そのニュアンスだけを伝えると、最後のかけらはこの先に、あとはお前たち次第だ、だそうです。最後のか、ええ、そんなニュアンスでした。信じるも信じないもロイドさんたち次第ですが。なあ、そういうことを言ってるんじゃないって。最後のかけらはこの、つまり一連の魔獣被害で不足していた最後の。ちょっと待って、ユウちゃんが聞いた言葉が本当だったとしても、あの狼の言ってることそのまま信じてもいい。ああ、各地を襲っていた張本人だ。そんな知能があるかどうかともかく、騙してる可能性はねえのかよ。いや、どうやらさっきの狼は、各地を襲っていた狼型魔獣とは別物の可能性が高そうだ。おいおい、どうしてそうなるんだよ。ああ、病院の屋上で襲われた研修医のリットンさんに襲ってきたのは、真っ黒な姿の狼みたいな魔獣だったそうだ。そういえば、それに村と病院での調査によれば、なるほど、そいつはちょっと妙だな。まあ、だからといってさっきの魔獣が犯人じゃないと断定まではできないけどね。あいつがボスで手下の黒い狼にやらせていた可能性だってあるわけだし、群れで行動している以上その可能性もあるわけです。でも本当に違うのなら考えを改める必要がありそうね。狼型魔獣は2種類いて、それぞれ別々に動いているって。ああ、そういうことだ。そのうちさっきの彼も含めた白い狼が伝承にあるし、未だ尻尾を出してない黒いやつが各地で悪さをしてた連中ってわけか。はい、さっきの子、少なくとも悪意は感じられませんでした。ああ、俺も。最後のかけらはこの先というのは、やっぱり鉱山町のことかしら。なあ、間違いないだろう。近くまで来たことだし、予定通りこのまま訪ねてみよう。ええ、分かったわ。しかし、あとはお前たち次第だね。え、どうでもいいけど、やたらと偉そうな物言いだよな。そうですね、なんというか少しばかり舐められていたとは思います。まあそれはともかく、最後まで気を抜かずに調査した方が良さそうだな。なんとか手がかりを見つけ。俺の番だな。
やっと。これが俺たちの力だ。っぽいが鉱山町方面じゃねえよな。ええ、地図にも何もないわね。とりあえず聞こえてきたのはこっちの方ではなく、引き返した方がいいのでは。わかった。こっちのなんか抜け道っぽいが。ええ、とりあえず引き返。わかった。
今だわ。みんな行くわよ。おう、ああ、オッケーです。さあ先を急ぎましょう。俺の番だな。えいはっ、行くぜ。ふん、任せて。そこ、はい、はっ、よし、やっはっ、まだまだいける。情報を入手しました。さて、はっ、俺の番だな。あ、まあこんなもんかね。じゃあ畳みかけるぞ。よし、せっは、チャンスです。皆さんお願いします。了解、アイサー、そこです。よし、はあ、これで一安心です。先生可能、始めましょう。俺の番だ。えいっと、はい、えい、はい、ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。え、オッケーです。ふん、おととい来やがれってな。
蹴りをつける。セット。ええ、キアリン、シュート。行きます。おっしゃ、ふん、任せてくれ。えい、はっ、えい、行くぜ。ずい、任せてくれ。よっ、いや、私の番です。お返しよ。私の番ね。やっ、よかった。私の番ね。そこ。さてと。おっしゃ。ふん。はい。そこです。俺の番だな。エイディア。任せて。そこ。俺の番だな。よし、よっ、はっ、まだまだいける。
気に行くぞ。ここがセプチウムの産地、鉱山町マインズか。ずいぶん険しい場所にあるんですね。なんつうか、アルモリカ村もそうだったが、町とのギャップがすげえよな。そうね、採掘のための動力化は一応されているみたいだけど。あら、そちらの黒い車は。これは鉱石を運ぶ運搬車なのか。それにしちゃ妙にごつい作りをしてねえか。帝国ラインフォルト社製の特殊運搬車みたいですね。どうやら最新型のようです。最新型ともなると相当高価なはずだけど、町長さんあたりが所有しているのかしら。そうかもしれないな。いずれにせよ、まずは町長を訪ねてみよう。魔獣の被害状況について改めて話を聞いてみないとな。来客中なのかな。あれ、あんたたち町長に用。あ、ええ、そうです。それではこちらが町長さん。ああ、そうだけど今は入らない方がいいよ。なんか真面目な話をしているみたいだからさ。真面目な話。ああ、ちょうど今朝警備隊が引き上げただろ。魔獣も退治されてないのにどうしようかと困ってたところに町から助っ人が来たらしくてさ。それってまさか遊撃士の連中かよ。そこまでは知らないけど魔獣対策の話をしてるみたいだ。
町長に何の用か知らないけど後で訪ねた方がいいんじゃないか。どうしますか。取り込み中なら仕方ない。一通り聞き込みをしてからもう一度こちらを訪ねてみよう。そうするしかないわね。やれやれ、妙な展開になりそうだな。
それじゃあ町長、よろしくご検討くださいよ。また明日お伺いに参ります。あと一押し。ああ、これでなんとかボーナスが。ルバーチェの手下、こんな場所に現れるなんて。おいおい、なんであいつらが来てんだ。遊撃士以上に面倒そうな相手ですね。ああ、そうだな。あの運搬車、連中の通りで帝国製の最新車両を持っているはずだわ。ですが、マフィアが鉱山町に一体どういう用事か。そうだな、あんまり町の外で活動してるイメージじゃ。とりあえず町長から話を聞かせてもらおう。マフィアが何をしに来たのかついでに分かるかもしれない。また来たのかね。すぐには決められないと言ったばかりだろう。今日のところはおひ…おや？あら、先ほどの方たちじゃないみたいですよ。お、おお、これは失礼。その、失礼します。お取り込みのところにお邪魔して申し訳ありません。ああ、それは別に。その、クロスベル警察特務支援課に所属する者です。こちらで起きた魔獣被害について話。なるほど、町の警察。てっきり遊撃士協会の新人が訪ねてきたのかと思ったよ。その、よく言われます。それで町の方々にもいろいろと話を。たちの悪い被害が続いているそうですね。ああ、今までに3回ほど被害に遭っている。どれも夜のことで、最初は人的被害もなかったが、先日ついに怪我人が出てね。軽傷だったのが幸いだけど、徐々に被害が大きくなっているの。それで町のみんなもすっかり怖がってしまって。そうですか。その警備隊がパトロールに来ている間は何も起こらなかったんですね。ああ、その通りだ。どうやら狼どもは相当ずる賢いようでね。しかし警備隊も警備隊が何も解決できていないのに突然我々を見捨てるとは、君たちもそう思わないかね。ええ、確かにいろいろあるみたいだけど。ところで遊撃士協会を頼ったりしなかったんですか。実は警備隊が来る前に一度ギルドに依頼してみたんだ。ただ基本的に彼らはとても忙しいみたいでね。毎日警備をしてもらうわけにもいかず、結局は警備隊が出動したんだが。なのに今朝警備隊がいきなり撤収してしまった。弱り目にたたり目とはこのことさ。仕方ないからダメ元でもう一度ギルドに相談してみようと思っていたんだが、そこにあの連中が訪ねてきたんだ。ルバーチ商会の者ですね。その彼らは一体と。それがね、撤収した警備隊に代わって用心棒を申し出てきたんだ。いつ魔獣が来てもいいようにとね。用心棒。そりゃもちろんただじゃないっすよね。いや、ミラーを取るつもりはないらしい。代わりに
セプチウムの取引をその間だけ独占させてほしいそうだ。セプチウムの取引権を。確か鉱山そのものの採掘権は自治州が持っているはずですよね。ああ、あまり採掘しすぎないよう政府の決めた量を守る必要がある。セプチウムには国際的な相場もあるから無茶な取引はそもそもできないしね。ただ採掘したセプチウムをどこに買い取ってもらうかはこの町の裁量に任されているんだ。すると彼らにとっては用心棒の手間に見合うだけのビジネスになるというわけですね。そうは言っても付き合いのある商人さんたちもいることですしね。どうしたものかと困り果てていたところなんですよ。そうだったって。やれやれ、妙な連中が絡んで面倒くさいことになってきたな。町長、できればこの件自分たちに任せて、ひょっとしたらなんとか解決できるかもしれません。え、ロイドさん、特務支援課、警備隊でも遊撃士でもなく町の警察に頼ってもいいのか。ええ、お任せください。早ければ明日中には全て解決できると思います。ロイド、大丈夫なの？あ、狼型の魔獣が2種類いるらしいことまでは分かったが、今日は下で俺たちだけで黒い方を退治しきれるのかよ。いや、必ずしも退治する必要はないさ。そもそも俺たちの役目は警備隊の長所で不可解な箇所を明らかにすることだっただろう。そういえばいつの間にか魔獣そのものを何とかする話。そこで提案なんだけど、あの白い狼が伝えたようにこれで全ての手がかりが揃ったと思う。一度今回の件についてミーティングをしてみないか。そうね、情報の整理は必要。そんじゃもう夕方だしバスで。いや、ミーティングは客室ですればいい。それってロイドさん、もしかして。どうやら旧市街の時と同じく何か気づいたみたいだな。なあ、まだ確信までには至ってないけどね。よかったらミーティングで推理の検証に付き合ってほしい。ええ、それでは早速宿で部屋を取りましょう。さて状況の整理。今回の一連の魔獣被害だけど、最初の警備隊の調書にはいくつもの不明点があった。俺たちの調査でその不明点のいくつかが明らかに、本当なら判明しているはずのある情報が。判明しているはずの情報、なんだそいつは。魔獣の住処って言いたいところだけど、警備隊の山狩りで見つかってないのに俺たちが見つけられるわけがないんだよな。まあ本格的に山狩りができる人数でもありませんし。そうだな、魔獣の目的。そういや病院の被害を考えると飢えて各地を襲ったってわけじゃなさそうなんだよな。アルモリカ村の村長さんによれば、伝承にある神童が警告している可能性もあるということだけど、でも実際に各地を襲ったのは黒い狼たちの数。はい、そうだと思います。そうなると確かに目的が全くわからなくなりますね。ああ、だがここで黒い狼たちの気まぐれと判断するの。病院での一件を考えればわかるけど、彼らは非常に巧妙なルートを使って病棟の屋上に侵入している。そして被害者を必要以上に害することなく去った。確かにただの気まぐれというには周到すぎるかもしれないわね。
本来見えてくるべき目的が全く見えてこない。つまりそこに何か意味がある。そういうこと。こんな場合、人は大抵一つの枠組みにとらわれている場合が多い。黒い狼たちによる各地の襲撃、そこに納得のいく目的を見出せる別の枠組みを考えるべきだろう。別の枠組み、難しく考えることはないよ。およそ犯罪事件と呼べるものは犯人、目的、手段、結果があるものだけど、そのうちのいくつかがずれていると考えたらどうだろう。え、ちょっと待って、簡単にまとめてみるから。うん、そんなところだろうな。それでこいつがどうずれてるんだ。なあ、こうしてみ、いや、もう一度選び直して。いや、もう一度選び直してみよう。いや、もう一度選び直してみよう。いや、もう一度選び直してみよう。やっぱり辻褄が合わない。もしかして、これが、仮にこう犯人は別にいて、黒い狼たちが手段で、彼らの身体能力が目的になる。おいおい、完全に見方が変わったな。ってことは狼どもの背後に人間がいる可能性があるわけか。魔獣を操ることができるなら、そう考えるのがむしろ問題は、複数の狼型魔獣を連れてコントロールする方法だけど、このうちコントロールする方法はある人物の証言から。ある人物の証言。なるほど。さすがにランディは気づくか。うん、その証言者は、雫マクレイン、あの遊撃士アリオスの娘さんの証言だよ。雫さんの証言。その気になったので、そこの窓を。それ以上悲鳴は聞こえなく、しばらくしたら、そんな、もしかしてその音で魔獣を。ああ、その狼や犬のような獣は人には聞こえない周波数の音を、それを利用した特殊な笛が昔からあるらしいですが、いわゆる犬笛だな。
今でも軍用犬なんかを犬笛で操る技術は残っているぜ。まあまともな正規軍よりは傭兵どもがよく使うんだが。そうなのか。なるほど、かなり輪郭が見えてきたかも。そうなると魔獣を連れて移動する手段が必要になるわね。もしかして。ああ、さっき見かけた黒い運搬車、断定はできないけど、あれなんかまさに。つながりましたね。ええ、目的はセプチュームの取引の独占。いえ、むしろそれはおまけね。ああ、マフィアが今力を入れているのは対抗組織であるヘイウェイを圧倒できる戦力を手に入れること。そのための戦力としてオオカミたちを。暴れるしかできない魔獣は戦力十分コントロールできるかを。実それが各地で起きていた被害の真相だった。ああ、間違いない。そもそも警備隊が引き上げた直後にマフィアの手下が訪れたこと自体不自然極まりないだろう。引き上げを命じた警備隊司令は有力議員とつながっているらしいし、多分その議員を通じて根回しが行われたんじゃないか。多分腐っているとは思ってたけど、そこまでだったなんて。それで彼らはこれ以上続けると思う？魔獣の実戦テストという意味ではもう十分なんだろう。警備隊を引き上げさせたということはこれ以上さ。ただどうやら今回動いている連中は余計。セプチュームの独占取引ですね。すると最後にもう一度だけ動くと。連中の態度を見る限りその可能性は高そうだよな。襲撃があるとすればいつ？そうだな、明日になれば町長がギルドに相談する可能性もある。最後の脅しをかけるとしたら多分今夜以外にはありえない。よし、やるか。黒い狼たちの撃退とマフィアたちの拘束で。ええ、さすがに見過ごせ。警備隊には連絡した方がいいの？いや、警備隊が動けば議員を通じてマフィアに感づかれる恐れがある。俺たちだけで何とかしてみよう。分かった、魔獣が現れるとしたら多分深夜になってからよね。はい、今までの事件も全て。まだ時間がありますが、一通り準備を整えますか？そうだな、足りないものがあったら補充くらいはしておこう。準備が済み次第この部屋で真夜中まで待機だ。
そう、一連の調査でそれはビュでもあるでも いや、もう一度選びな。いや、もう一度選び。多分これだな。これかかってこれ。しずくまくあし。そんじゃ、それじゃあ一旦魔獣が現れた。ただ魔獣を、なかなか難易度の高いミッションになりそうだぜ。ちょいと飲みすぎちまったか。しかし遅くなっちゃったな。社長に早めに帰るよう言われたばかりなのに。ああ、例の魔獣の話かよ。へっ、こちとらカジノを我慢して毎日穴掘りばかりやってんだぜ。酒くらい好きなように飲ませろってんだ。いつも週末には街に出てカジノに入り浸ってそれで全部吸ってくるんだから、店にはいいお得意様だよな。うるせえ、店に貯金してるだけだっつーの。見てろよ、次はルーレットで大当たりを出して今までの分を取り戻してやるからな。あれ？今の。え、なんだ？まさか例の。や、
できれば目を塞いでな。ほらよ。なんだ？今のは？スタングレネードさ、訓練された犬っころにも少しは効くんじゃ。あんたら、昼間の話は後で。宿に避難してください。なんだってんだ。意表はつけたが、かなり手ごわそうだぜ。よし、このまま撃退するぞ。よし、えいっしゃ、行きます。あっ、行くぜ。行きます。ガンナーモード起動します。えい、私の番ね。やり、シュート。私の番です。えい、任せろ。ぜい、えい、やり、シュート。はい、そこです。任せろ。はい、エニグマ駆動。おっしゃー、ふん、私の番でそこです。え、そこ行くぞ。お返しです。よし、せい、は、任せろ。私の番でそこです。俺の番だな。行くぜ。行きます。エニグマ駆動。行くぞ。えい、は、
行くぜ。ふん。おととい来やがれってな。さすがに手強かったな。こうしてみると狼というよりは犬みたいね。やはり訓練された軍用犬でしょうか。まだ余力があんのかよ。問題ない、このまま追いかけるぞ。カム、逃げていった先にマフィアたちがいる。ええ、こんな早く戻ってくるんだ。町の人間を襲うように指示を出していたんだが、どうしたお前ら、早すぎるんじゃないのか。そこまでだ。なんだ。お前たちは。クロスベル警察、特務支援課の者だ。ルバーチェ商会の方々ですね。器物損壊および傷害の容疑であなた方を拘束さ。警察、なんでこんな町に。特務支援課、ファビオたちが下手打ったあの旧市街での仕込みを邪魔したとかいうガキどもか。どうやら名前を覚えられちゃ。ここは光栄に思っておけばいい。ちまあいい、警察の跳ね返りなんぞここで痛めつければ済む。前に仲間が世話になったようだな。おまけにうちの犬どもを可愛がってくれたようだし、ちょうどいい。ここで礼をさせてもらうぜ。抵抗するのか。それはこっちのセリフだぜ。ゲットレディ。薬で回復させやがったか。これでもプロなんだよ。ゴーアンダタック、こいつらの喉を食いちぎる。うわ、僕にこちらも低下。行くぞみんな。おろ、起動します。
駆動。なかなかの連動じゃねえか。バカな。こんなガキどもに。これ以上の抵抗は無駄だ。あんたたちの身柄は明日の朝警備隊に引き渡す。ま、今夜のところは倉庫にでも泊まっていけよ。俺たちが責任を持って見張っといてやるからよ。勘違いするな。こうなったら手段は選ばねえってだけだ。形勢逆転だな。俺たちをコケにしてくれた霊だ。せいぜい時間をかけてなぶり殺し。このままじゃピンチ。こうなったら
エイドスへの祈りの時間は終わったか。楽しい処刑タイムの始まりと。なんだ。正直過ぎたランクだからな。カシウス・ブライトの代わりを期待されても荷が重いだけだ。どうかしら。でもカシウス・ブライトと一度会ったことがあるけど、あなた剣の腕だったら彼をしのいでいるんじゃないかしら。そうね、レンが知っている一番強い人に匹敵する感じがするわ。それは光栄と言うべきか。この数ヶ月、君がクロスベル自治州に滞在していることは掴んでいる。最初はお茶会とやらを開くつもりかと思ったのに。分かっていないわね。レンがお茶会を開かなくてもクロスベルは十分刺激的でしょ。この上余計な催し物をするのは物粋というものだわ。それを聞いて安心した。どうやら個人的な事情で滞在しているだけのようだ。
いつまで彼らから逃げるつもりだ。君たちの因縁にとやかく口を出すつもりはない。彼らがクロスベルに来てくれたことは個人的には大助かりだから。だが目の前にある答えからいつまでも逃げられはしないぞ。放っておいて。それにレンがここにいるのはエステルたちのことだけじゃないわ。影の修理もあるし、確かめなくちゃいけないことがあるから。確かめなくてはならない。あなたには関係ないことよ。おとなしくするって約束するから、レンのことは放っておいてちょうだい。もちろんエステルたちにも余計なことは喋らないでね。承知した。君がこの地にあだなさぬ限り余計な干渉はしないことを誓おう。真相を見抜いてそのまま解決するなんて、正直驚く。できれば大立ち回りをする前に私たちを呼んでほしかったけど。そのすみません、警備隊の司令殿からマフィアに情報が流れる可能性をつい考えてしまいまして。それを言われると辛いけど。でもあなたたち、その白い狼たちに助けられなかったらどうしたの。それは正直危なかったっすね。そういう時はセルゲイに相談して私に直接話が行くようにするとか、いろいろとやり方があるでしょ。確かにクロスベルの現状にはいろいろと難しい問題があるけれど、それでも自分たちだけで何でも解決しようとするのはただの思い上が。はい、返す言葉もありません。まあおこごとはここまでにしましょう。本当によく無事でいてくれたわ。それと私たちの代わりに事件を解決してくれて。副司令。ああ改めて言われるとむず。ところで副司令、ロイドさんたちを助けたという白い狼たちの方はどうしましょう。そうね、完全に濡れ衣だったみたいだし、様子見してもいいと思うけど。大丈夫かと思います。無用なトラブルを起こすほど。ほろっ。そうみたいね。しかしそういう意味では、まさか軍用犬の実践テストをするために各地で騒ぎを起こしていたなんて。いくら後ろ盾があるからといってなめたことをしてくれたものだわ。はい、でもこれだけの騒ぎを起こしたわけですし、さすがに今回ばかりは言い逃れはできないですよね。ね、やはり保釈されてしまう可能性が。ええ、高いね。今までにも国境付近でのマフィアの密輸を摘発したことがあったんですが、その都度圧力がかけられて保釈されてしまっているんです。それどころか適当な名目で密輸品も返還することになって。グダグダですね。そういやベルガード門でも同じようなことがあった。でも腐ってばかりもいられないわ。この状況でみんなが諦めたらクロスベルは本当にダメだ。
そう考えて自分にできることをしている人たちは少なくないはずよ。あなたたちみたいにね。あ、はい。そう。これからもあなたたちの働きさ、クロスベル市までうちの車両で送っていくわ。ノエル、出発の準備を。イエスマム。とにかく帰ったらみんな一眠りしよう。課長への報告はそれか。そうね。あら、よう、お疲れさん。課長、どうしたんですか。まさか俺たち終わっ、そんな気色悪いことするかよ。ただまあ、事件の顛末はソーニャからの通信で聞いた。ちょいと運任せだったようだが、それなりに頑張ったんじゃねえか。はあ、確かに爪は甘かったか。それで課長はここで一体何を。朝食後の一服にしては変なところに。まっ、いや無理ねえだろ。あんなのがいきなり訪ねてきたらさすがに落ち着いて一服できねえよ。あんなの、誰か訪ねてきてるんですか。知らねえが、お前らの客じゃねえのか。妙に慣れ慣れしいというか、ふてぶてしい態度だったけどよ。とにかく入ってみましょうか。いや、いきなり入ってくるから思わず銃を抜いちまったが、気にした様子もなくそこに寝そべりやがるから、どうにも手を出しづらくてな。あなた、なんでこんな場所に。名前はサイト。我々への濡れ衣を晴らしたこと、ご苦労だっただそうです。サイト、お礼を言いに来たの。それはともかく、やっぱり偉そうなやつだな。どうしたんだ。どうにも頼りない。仕方ないからしばらく自分が力を貸してやろう。気が向いた時に助けてやる。なっ、おい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 、心配はいらない。群れは部下に任せたから安心するがいい。いや、そんなことを心配してるんじゃなくて。伝説の神童か。どうにも妙なのに見込まれちまったみてえだな。課長、とりあえず上には警察犬で通しておいてやる。今後どう付き合っていくかはお前らで決めるといいだろう。そんじゃ俺は寝直すか。賛成です。頼りになってくれそうですし、何よりもこのマフマフした白い毛並みは魅力的かと。それは否定しないけれど。ま、頼りになる助っ人。はあ、とりあえずこのままじゃまずいから、どこかで首輪でも買っておくか。
しました。さすが皆さんです。わわ、大変でしたね。わわ、大変でしたね。おめでとうございます。ランクアップしました。てめえら、どの面下げて帰ってきた。てめえらを保釈させるのにどれだけのミラを使ってる。議員どもに鼻薬を効かせるのもただじゃねえんだぞ。すみません、若頭。まさかあんな場所に警察がいるとは。特務支援課と言ったで。ファビオ、モラ、てめえらが下手を打ったのもそのガキどもだったの。はい、その旧市街のガキどもも含めてですが。聞けば女子どもを集めた新米どもだそうじゃねえ。そんなガキどもに遅れを取ってプロとして恥ずかしくねえのか。いえ、この落とし前必ずつけさせてもらいます。聞けばあのガキどは中央広場の外れにあるボラビルを今日許しさえいただければすぐにでも殴り込みを。バカ野郎、警察のガキどもなんぞいざとなりゃ何とでもなる。俺たちが潰さなきゃならねえ本当の相手はヘイレ、あの忌まいなしい東方人外からの手先だろうが。それはまあ、ガミシや、そう生きり立つものではない。会長ですが。確かに先日連中のせいで共和国訪問のルートの一つを失ったばかりだ。だが我々の背後にはあのハントマン議長がついておる。このクロスベルにおいて我ですが、あの男だけは危険です。国威で身を包んだあの男だけは。お前を翻弄したという資格か。白線連磨の元両兵をあしらうとは相当の手だれのようだな。さあもさぞ怠慢を与えたことだろう。会長、まあそう失敗せずとも兵ゆえの対策はしておりさ。軍用権の目処もついたし、今後は遅れを取ることもなかろう。それより問題は来月に迫ったオークションだ。ええ、心得ております。やつらが調子に乗ろうと今年のオークションだけは邪魔されるわけにいかん。警察と言えるのはほっとけ。達成両方とも手出しはできん。くれぐれも兵ゆえにその資格とやらに邪魔されぬよう万全の体制を敷いておくのだぞ。
よかった、なんとかここまでは。いいわね。イリアさん、スピードとタイミングはいいわ。あとは節目節目で抑揚をつけること。音楽に乗るんじゃなくて、踊りと演技で音楽を支配なさい。あくまで静かに清らかに、月の姫ならではの威厳を持って。今まで誰一人私の稽古についてこられる人間はいなかったから。よく頑張っているじゃない、イリアさん。でも私やっぱり不安で、本番でイリアさんの足を引っ張ったらどうしようって。大丈夫、あんたには素質があるわ。それこそ将来私をこのイリア・プラティエを超えられる可能性を持っている。私の目を信じなさいっていうの。なんだか全然実感が湧かないっていうか、イリアさんを超えるなんてそんなの無理に決まってますよ。まあ私も簡単には抜かれるつもりはないし、だから一刻も早く私のいるところまで上がってきなさい。私と本気でやり合えるライバルの卵くらいにはなりなさい。じゃあ言わないでくださいよ。どうして私こんなところにいるのかしら。今頃クロスベルを出て故郷に帰っているはずなのに。私の稽古を見学に来て捕まったのが運の尽きだったわね。もう絶対に逃がさ。お母さん。あら、本当にバテちゃった？いえ、だそうじゃなくて、その自分の実力不足も不安ですけど、それとは別にあの手紙が。手紙？なんだっけそれ。イリアさんに送られてきたあの手紙のことですよ。銀とかいう人からの。あれ、バカしい、ただのいたずらでしょ。そんなのいちいち気にしてたらスターなんてやってらんないわよ。でもあんたも今度の公演でデビューしたら山ほどファンレターをもらうはずよ。中には変なのだってあるから、適当に流していかないと。特にあんたの場合はその胸で男どもを釘付けにしそうだしね。
時間にあんな危ないところにあんたを返すわけにはいかないわ。別にそんなに危険ってところじゃないですよ。皆さんいい人ばかりで、越してきたばかりの私、それが下心だっつーの。血の気の多い小僧どもがただでさえ多い地区なのに、夜この魅惑のボディを見たら我慢できなくなる可能性はあるわ。それは君だけだろう。ところでイリア君、君に通信が来ているんだ。あら、ひょっとして彼女から。あ、どうする。もちろん出るわ。ごめん、少し外すわね。あ、はい。いつもと全く変わらないな。少しはあの手紙に動揺してるかと思ったが。それがイリアさんですから。どんな時にも金色の太陽みたいに目のくらむような光を放っている人でも、それならなおさら他の人が気をつけていないと。ごめんごめん、待たせたわね。気にしないで。大方お気に入りの新人の稽古に遅くまで付き合っていたんでしょ。ついでにイチャついて劇団長さんに呆れられていたんじゃないかしら。まさかそんなことあるわけないじゃない。それよりセシル、どうしたの。こんな遅くに珍しいわね。初日だし、さすがに休みは取れるでしょ。なんとかね。でもなんだか本公演の初日、それも S 席を2枚もなんて。まあ一応は看板女優の特権ってこと。セシルが見に来てくれた方が私も気合が入るからね。親友の前であんまりみっともない真似はできないし。職場が職場なんだし、将来有望な男も多いでしょう。そうね。あ、ごめん。気にしてないわ。さすがにもういい加減吹っ切れてるから。そっか。そうだ、ならレイの弟くんを誘いなさいよ。確かクロスベルに戻ってきてるんでしょ。
しみが薄れるにはまだ早いかもしれないわね。カルガード方面の各種相場一覧、レミフェリア方面の三大製薬会社の販売実績、リベール方面は新型オーバルエンジンの納入先一覧か。さすがクロスベル、一通りの情報は入ってくるわ。大量大量、いやー今回もちょろい仕事だったよな。データベースを適当に漁ってれば、お客の欲しがるお宝情報をゲット。まだセキュリティ意識が薄いから今ならやりたい放題だもんな。なんか人生舐めちゃいそうだぜ。まず冷えたらピザなんて食えたもんじゃない。やっぱりピザの情報を熱いうちが一番ってことか。さてと、ここから先はプライベートだ。IBC の端末を攻略するか、キチリの正体を、なかなか楽しませてくれるじゃん。登録メール会計、ヨナ・セイクリッド殿。貴殿の腕を見込んで相談した時期あり。出どころはっと、どこかの大型端末を経由してじゃなさそうだ。公安区のルーターより転送、兵竜貿易公使、イエーイ、インカ。面白くなってきたじゃん。駐車してる動力者を力任せで壁際まで移動させたんだ。歓楽街が多かったな。ちょうど公演前だから盛り上がってるみたいだったぜ。そういえば来月いよいよ公開されるのね、劇団アルカンシェルの新作が。金の太陽銀の月だな。俺もチケット取りたかったんだが、あいにく来月分が全部完売でよ。再来月の公演の B 席がやっと取れたくらいだったぜ。アルカンシェルというのはそこまでの人気なんですか。確かに看板スターのイリア・プラティエといえば超がつくほどの有名人ですけど、アルカンシェルの演目は見たことがあるけど、
イリア・プラティエの舞台は俺も見たことがないんだよな。やれやれ、不憫なことだね。この世には2種類の人間がいる。イリア・プラティエの舞台を見た者とそうでない者。ワーイ・ラッキー・オルランド。そんな大げさな。でも確かにすごいわよ。なんていうか、一度演技を目にしてしまったら魂がわしづかみにされてしまう。この世に天才がいるとすれば彼女は間違いなく。少し興味が出てきました。しかし最近回ってくる仕事が妙に多いとは思います。それも原因の一つでしょうか。まあ、クロスベルの創立記念祭とアルカンシルの新作のお披露目がちょうど重なってしまったから。例年よりも警察の業務が忙しくなっているんでしょうね。まあ、こっちに回ってくるのはもっぱら雑用ばっかだけどな。まあまあ、それでも一番最初よりは責任のある仕事も来ているし、クロスベルタイムズでも皮肉っぽくは書かれなくなったし。それでも未だに遊撃士とは比較されていますが、特にあのエステルさんだ。はあ、そうなんだよ。あっちは二人だけなのに、なんであそこまで活躍できるんだ。他の遊撃士と連携しているから効率的に動けているのかも。私たちは4人だけど、他の課のバックアップはないし。いや、見たところ鍵はあのヨシュアって野郎だな。突っ走りがちなエステルちゃんを実に効率的にフォローしてるぜ。戦闘にしても仕事全般にしても息の合い方が尋常じゃねえ。加えて踏んだ場数の多さだろうな。ということは私たちもまだまだということですか。まあ俺たちだって十分成長。この前から頼りになる助っ人も来てくれていることだし。そういやサイトは今日は見てないわね。昨日は屋上で一日中日向ぼっこをしてたみたいだけど。魔獣との戦闘になった時に助けてくれるのはいいんだが、一体普段何してんだか。彼は誇り高いですから。私たち人間の決めたルールに縛ろうとしても無意味かと。いや、警察犬として登録している以上最低限のルールは守って。しかし最初は周辺の住民に怖がられるかと思ったけど。まさか車の事故から子供を。ハンドルを切り損ねてフェンスにぶつかった運搬車。最初何の音かと思ったわね。それで慌てて外に出たら引かれそうになってた竜をザエトがさっそうと助けてるし。いや、あのアリオスのおっさんといい勝負の活躍だったんじゃねえか。ですね。あれ以来西通りの人に特に人気ね。竜くんたちもすごく懐いているみたいだし。そうだな。ま、あんまりサイトの人気に俺たちは俺たちで頑張るとするか。賛成です。そんじゃ午後からは支援要請を片付けるとすっか。
これが俺たちの力だ。やっ、かかってきなさい。任せて。私の番です。よっしゃ、畳みかけるぞ。よし、やっは、任せて。チャンスです。皆さん、お願いします。お、了解。そこです。俺の番だな。ふん、行くぞ。任せて。そこ任せろ。ふん、行くぞ。やっと私の番です。さてと、行くぞ。やっ、やっ、よし、もう大丈夫だ。セッティア、やっと。セッティア、先制可能。始めましょう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。アイサー、分かった。オッケーです。はっ、うん、ここを出して。はい、そこです。任せて。はっ、さあ、先を急ぎましょう。
私の番です。俺の番だな。おととい来やがるってな。